皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回はユーロ2020マッチデーについて、こちらついに優勝国が決まったということで、そちらの紹介と FP について今回は話していこうかなと思います。はい、まず FP なんですけど、まあ、先週ねプレフォーにもいつもなら来ているお知らせが来てなかったんですけど、まあ、ユーロ FP が登場しましたね。これについてなんですけど、まあ、普段であれば、まあ、プレフォーはボックスガチャだったりとか、あとはオンチャレコムチャレのねお知らせの、まあ、最後に、木曜日の FP 情報が出てきてます。先週に関してはこのボックスガチャだったりとかオンチャレとかコムチャレに関しては継続で、特に新しいものは登場しなかったということなので FP のお知らせもなかったのかなと思われます。なので今週もまあお知らせは来ていないんですが、まあ、ユーロ2020のまあベスト4から POTW 登場する可能性はあるのかなと思っています。まあ、その辺もね出るかもしれないということはまあ頭に入れておく必要があるかなと思います。あとまあ先週も言いましたが、まあ、FP がなくなるときはおそらく別でお知らせが来ると思うので、またそちらのお知らせがあればまたね、別の形で紹介はしていこうと思います。はい、それからウィニングレブン2021シーズンアップデート発売の、記念したキャンペーンの方が始まるということで、まずはログインプレゼント、期間中にログインするだけでアイコニックモーメントシリーズスペシャルエージェントが獲得できます。獲得できるエージェントと期間は以下の通りということで、ユベントス、アトレチコ、レアル、アーセナルそれぞれ、2回ずつもらえるのかな。こちら4週分もらえるということなので期間中はしっかりログインはして方がいいと思います。あ、そうですね、各エージェント最大4人獲得可能となっています。まあ、期間分かれているので1週間に、まあ、とりあえず2回はログインする必要があると思うのでぜひやってみましょう。はい、それからボックスドローエージェントが獲得できるイベント開催ということで、開催する対象のイベントでボックスドローエージェントレジェンズがもらえるということで、ツアーとチャレンジがありますが期間長いですね、1ヶ月ぐらいありますね。期間中に開催されるすべての同盟イベントが対象ということで、まあ、何回か来るのかな。はい、期間中に複数回登場します。エージェント名は共通ですが獲得できる選手は異なりますと。はい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 、なるほど、ちょっとチェックしてみましょうか。はい、ではちょっと、イベントの方でチェックしていきたいと思います。あ、なるほどですね、初回、まあ、クリア報酬みたいな感じでもらえるという感じですね。これがオンチャレの方かな、オンチャレコムチャレ。それからツアー見ていきましょう。ツアーも多分ポイントで、チケットが、そうですね、あ、これ違うやつですね。あ、ありますね、やっぱりポイントで、まあ、もらえるという感じで、まあ、最大すればいいのかなということで、まあ、残り2日と22時間ということなので、また来週とかも多分来ると思うので、これはちょっとね、しっかりやっておいた方がいいと思います。今週のガチャね、先ほど言っていた見てみましょう。あ、ボックスドローもしっかり来てますね。おそらく今週獲得できたチケット系はこれがもらえるんだと思います、この中の選手が。まあ、こんな感じでランダムでもちろん出ますが、3人もらえるんだと思うんですけど、まあ、出るか出ないかは運次第という感じですかね。今週はエドベドなんかが入っております。あ、キャンベルなんかもいますね、オーウェンなんかもいます。はい、ではアイコニックの方を見ていきましょう。無料、危ない、引きそうになった。1週間ありますね。はいはいはい、あー、なるほど、普通のアイコニックガチャの対象人数と、まあ、105人一緒ですかね。運が良ければ取れるという感じで行ってみたいと思います。2回しかね引けないんでね、うん、早速、あれアイコニックって、まあまあ、ブラジルだから関係ないけど、アプリはあれでしたっけ、国なん、どの演出で来るんだっけ。あ、もう分からなくなった、普通のかな、イタリアに落ちるんだっけ。さあ行きましょう。まあ、じゃあイタリアにね落ちないと話になりませんと。ブラジル2回来たわマジかこんなことある、ブラジル2回来る。あ、なるほど、一応アイコニックガチャって無料以外も残るんですね。はい、まあお金に余裕があれば聞いてもいいと思います。はい、ここからはユーロ2020マッチデーの優勝国が決定したということで、そちらの紹介ですね。決勝は、まあ、フランスとドイツの対戦だったんですけど、結果的にフランスの優勝という感じになりました。まあ、ご覧のような感じで、それぞれ、結果が出ています。
フランスと優勝ということで、まあ、たくさんの方が予想していたフランスがね、見事優勝ということで、まあ、多くの方にコインがね、配られるということになります。フランスを予想されていた方、予想的中の方、おめでとうございます。まあ、ドイツ予想の方、準優勝ということで、まあ、コインは獲得できなかったものの、まあ、ここまでしっかりね、勝ち上がる、やはり実力のある国でしたね。はい、こちらのコインの方は8月27日、まあ、今週の木曜日のメンテ後に配布される予定なので、そちらお間違えないようご確認ください。山分けなので、まあ、そこまで多くもらえないと思いますけど、まあ、アプリに関しては来作用に残しておくこともできるので取っておいて、まあ、プレフォーは特にウィニングレブン2020に配布なので、まあ、あまり使いどころないんですけど、何かしらに、お使いいただければと思います。はい、ということで今回は約1ヶ月かけて開催されたユーロマッチデーのファイナルの結果を紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、もともとね、いろいろとなければもしかするとユーロマッチデー自体なかったイベントかもしれないので、まあ、ここで獲得できたコインだったりとか、まあ、あと予想なんかでもね、ウィニングレブン2020ラスト盛り上がるイベントになったのかなと思うので、最後までね、楽しむことができたのかなと思います。こちらのチャンネルでは最新情報だったりとか、ウィニングレブン2021の情報なども紹介しているので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。